火薬さん見たことないよ。いや、いつまで言うとんねんって。あのね、うん、僕はな、ね、少々のことを黙って怒り、ね、黙って怒り押し殺してたのに、こう、ね、さらにやられたらそれ切れるだろう。ほんま、多分火薬さんはね、頭の病気があると思う。いや、おかしい。じゃあ、はるばるは、じゃあアイテムもらったら何されてもじゃあ許せないか。あの、そういう話じゃなくて、おかしいでしょ。怒りの沸点が結構軽めじゃん。軽めじゃないです。だから、シャークシャおじさんの件暴露された時、僕、怒り押し殺して黙って、ね、やってたじゃないですか。それでもまた調子乗ってやってくるが切れたんでしょ。でも、話していくうちにさ、はい、もう、前も怒ったわけじゃん、それ。一回切れてさ、わーって。いや、前って初めてですよ、切れた。え、今初めてなの？いや、まあ、同じ話をしてるだけです。前も同じ話をしました。オニオンスライス見て。で、また同じテンションで怒れるから、うん、だから、なんて言うんだろう。難しいよね。八王子と大差ないですか？いや、そんなことない。お前、また金返せ言うとんか、お前って。殺しに行くぞって、うん。何回も八王子言われるんですよ。八王子と大差ないっすわ、僕。なんだろう。アルツハイマー。老害かもしれない。若年性老害。俺、まあでも俺も言うからね、政治に対しては。命の母飲んでみよう。一緒かもね。うん、命の母飲んでみようかな。俺も老害だわ。政治は悪口言われたことまだ言ってるしね。うん、いや、だから、切れるポイントに刺さってるだけですよ、お互い。そうだね。はい、それだけだ。それだけの話。でもね、配信者は気使ってて、さっきもね、お風呂で言ってたけど。で、なんかパチオジの件で、ニュイちゃんから電話かかってきたのかけていいっすか？あ、いいよ、全然。ニュイちゃん、電話出てくれないんだよ。カヤクさんはね、俺の配信を盛り上げるために、こうやって自分の体に鞭打ってくれてんで。優しいよ。本当に。盛り上げるためにさ。だから演技なんだよ。あ、糖質、まあでも配信者みんな糖質あるよ。で、出てくれない、うん、なんかパチオジの件でなんかかかってきてたんで。あ、ちなみにあの、うん、トム・ソーヤ池上くんとは仲直りしました。ちょっとよかった、ね、互いに熱くなってたんでよかったです。パルパルのおかげでね。いや、別に俺30秒で仲直りした。ナイス。ニュイちゃん。あ、もしもし。なんだったの、電話来てたけど。折り返したんだけどね。あ、かやくさん、すいません、あのメール送ったんですけど。あ、ごめんなさい。で、あの今配信中なんですけど、簡単に喋ってもらえます？何の件だったんですか？あ、なんかね、はい、あのなんかあのサイコパチュっていう人がさ、はい、トシャに行ってさ、そのお金全部下ろして、はい、なんか風俗に連れて行こうとしてたんですよ。トシャのお金でですか？そう、あいつやばくない？ちょっとリスナーさん、サイコ、もう一回言ってあげて。ひどいよ、サイコパチさんが。そう、ほんで、いや、じゃあもう一回言ってあげて。何したの？トシちゃんに、はい、トシちゃんがなんか飲みに行こうってサイコパチに誘ったんよ。はい。んで、ほんだらなんかアリがね、17万あるからみたいな感じで、はい、トシちゃんちょっと生きて言ったのよ。あ、自慢したんだ。はい。そしたらサイコパチが全額を下ろしに行けみたいなこと言ってね。あいつやばくない？トシちゃんが私が開けた金庫からカード出してお金下ろしに行こうとしてたんだよ。はい、ガチで。それでニュイちゃんがすぐに俺に知らせてくれたの？そう、ありがとう。いや、私はどう、はい、もう今ほらパチオジと絶縁されてるし、はい、また絶縁か。連絡しても多分今信用ないから言うことを聞かないじゃん、はい、なるほど。それでだから、うん、とりあえず火薬さんに電話して火薬さんに言ってもらおうと思って一番に電話したんだけど。 ありがとう。で、ニュイちゃん、俺もね、一応すごい鳩飛んできてたんだよ、自爆で。サイコパチュがパチオジいじめてるぞって。で、その時俺一回一応かけてるんだよ。かけてパチオジにいじめられてないって聞いたら、何にも大丈夫とは言ってたんですけどね。その後の出来事なのかな。怖がってんじゃない？その後なんだ。ごめんね、ニュイちゃん。そう、ほんで、なんか結局、あのでも私もさ、それニュイちゃん助けてあげてとか言って言われてさ、電話番号がさ、私とジジさんしか知らんからさ、あ、それで、で、ニュイちゃん、その後にキャリーがそれ知って、なんかキャリーが助けに来てくれたらしい。あー、そういうことなんだ。ありがとう、キャリー。でもニュイちゃんも言ってあげてね、ほんと。もう絶縁なの？いや、私はちょっと
あ、そうなんだ。だってそれでな、うん、それでな、私がな、うん、行かれへんさ、誰かさ、うん、火薬さんかさ、じじさんに行ってもらおうみたいな思ってさ、行ってもらおうっていうか、なんとかしてもらおうと思ってさ、電話したらだけでさ、うん、お前もさ、うん、八王子のこと使ってるやんけみたいな、利用すんなよ。いやいや、そんなことないよ。で、ニュイちゃんもそれ気にしすぎだって、それほっといたらいいよ、そんなやつ。だって、うん、絶縁したんじゃないのみたいなとかさ、うん、いや、それでも絶縁しても、絶縁してもね、ゲルゲさんみたいに、うなちゃんマンの件で、ゲルゲさんもうなちゃんマンと仲悪いの動いてあげてるのと一緒じゃん。優しい行動だよ。うん、気にしすぎなんで、ニュイちゃん。やっと解決したみたいで。うん。あ、分かった。で、ニュイちゃん、俺、一応、今週はもう東京いるから、また何かあったら、ニュイちゃん動いてあげてね、八王子の件。あ、分かりました。はい。パルパル、何かあります？ニュイちゃん。あ、特に。ない。うん、なんかあれよ。ああ、ニュイちゃん頑張ってね、いろいろ。なんで？あ、映画で田中ちゃん。あ、そうだね、ニュイちゃん、楽しかったよ。また遊んでね。うん、またデートしてね。うん、ありがとうね。はいはい、約束したら、あの大阪行った時とかってない？そういうの。またじゃあ大阪行った時行こう。はい。うん、うん、オッケー、ありがとう、またね。うん、ありがとう、兄ちゃん、ごめんね、夜遅くに電話出てくれて。うん、ありがとう。ちょ、サイコパチ、サイコパチ、あいつほんまやばくない？電話ないの？電話ありますけど。いや、俺言うよ、はっきりと。僕ちょっと気まずいで言ってもらえます？いい、言って、ちょっとムカつくわ、サイコパチは。ちなみにリスナーさん、ちなみに、あの日本で一番登録者数が多い、YouTuber のジュンヤさんのお父さんです、うん、サイコパチさんって。そう、 YouTuber のね、はい、知らない人もいると思うんで。調子こいてるね、息子さんの栄光に陰で隠れて。あ、どん切られた。俺多分見てるんだよ、ブチ切りされた、うん、おい、サイコパチ、お前やばいで。見とけよ、サイコパチさん、うん、あのさ、ジュンヤさんのお父さんがなんか知らんけど、ダサいから、何もかもが。普通にその息子さんの栄光の影にね、隠れて、その栄光も使ってこそこそ出会い中して、そして警察沙汰になって、で、八王子からお金をね、ちょっとおごってもらおうとして、老人にね、鞭打ってやってることが下道なんだよ。もう配信会が消えてほしい、はっきり言うけど。で、息子さんの評判にもつながるとか考えないのかな、サイコパチさんも。下道だから消えてほしい、正直言うと。純也さんにも傷がつくからね。足引っ張ってるんだよ、お父さん。俺がもしね、息子だったら嫌だわ。出会い中で警察呼ばれて、で、なんか警察沙汰になって、厄介になって。カヤクさんが言ってたんだよね、カヤクさん。はい。で、ちして。もう一回その話するんですか。もういいよ、もう一回言って。うん。いや。で、70超えたおじちゃんにさ、ね、あの、お金おろせっつってさ、おろさせようとして、これ、こじきしようなんて。息子の純也さん、うん、登録者数なん。2380万人。すごいね。で、一番再生数多いのが 1.6 億再生、うん、この息子さんのこのね、評判にも傷つくんだよ。息子さんです、サイコパチさんの。あ、純也くんね、うん、2380万人だからね、登録者数、うん、ちなみにサイコパチさんの実家行って、実家って純也さんと一緒に住んでる家行ってきて、あの、これね、純也さんが動画撮ってる、あ、ちょっと動画は見せれないけど、純也さんが動画撮ってる部屋と全く一緒の部屋ありましたんで、本当に息子さんです。ああ、写真とかも全部見せてもらいました。そのお父さんと純也さんは仲いいの？まだ。あ、いいと思います。あ、そうなんだ。 でも夫婦仲がちょっと悪くて離婚は されたみたいですね。ああ、最近1年か2年前。じゃあ純也さんは今現在お母さんの方に行ってるってこと？いや、それで離婚焦点みたいになってて、純也さんとお母さんがホテル住まいしてて、うん、あの、住むとこ探してた状態です。だから今はもう普通に暮らしてるんじゃないですか。一緒に暮らしてるかは知らないですけど。ああ、そっか、うん、
まあ一応親父だからね。でもやだな、そんななんかお父さんは自分の親とかが配信やってだから嫌なんだよ。不祥事とか起きた時、誰がそれケツ吹くの？子供がケツ吹くの？親だろ普通は。おいサイコパチュ電話出ろよ。あのね個人情報言いすぎて、これサイコパチさんが配信内で言ってることだからごめんね、個人情報も何も、うん、サイコパチ電話出ろよ、ビビってないで。俺ね、こういう下道な親父嫌いなんだよ、はっきり言うけど。親にはね、人一倍俺強いからね。ありがとう、無料アイテム。気なアイテムありがとう。もう一回かけていい？サイコパチさん。でこれだけ言って。あの切り方するってことは配信見てますよ。うん、出るか。はい。あ、出たわ。サイコパチさん。はい。あのパチオジになんか今日なんかいじめてたみたいな鳩がすごい来てるんですけど、説明してもらえます？いじめてないですよ。なんかパチオジの貯金全部下ろさせておごれとか言ったり、なんか土下座させたとかも出てるんですけど。してましたね。はい、やってます土下座させたの？いや勝手になんかやってましたよ。あ、来たわ。え、サイコパチさん、どういう経緯でパチオジ土下座したか説明してもらえます？なんかね、店でね、はい、あの寄って、はい、で店ってユージですか？焼き鳥ユージ？ユージです、はい。ああ、もうごめん、不審者から。そこで寄って、謝って、はい、で、いや、それだったら、リスナーさんが全員ね、サイコパチさんが土下座させたって ならないでしょ。綺麗だから、部屋は。土下座してって言うてない。まあ、え、できんって本当なの？パチオジ。はい。だって、居酒屋ユージって、切ったこれ。めちゃくちゃ優しい店だよ。できんになるってよっぽどだよ。だってパチオジがおもらししたままズボンで、店の椅子使っても怒られなかったよ、店主から。なんか今日ずっと入った時から怒っとって。いや、サイコパチさん、全部動画も多分上がると思いますし、上がってると思うんで、全部正直話しましょうよ。あ、動画見たら早いと思いますけどね。じゃあ嘘ついてないってことですか？こっちです。あ、いや、終わるからこれ。配信してましたもん。じゃあリスナーさん、サイコパチさんはなんか何も悪いことしてないらしいですよ。あ、そうなの？わかんないですね。あ、どうも、はじめまして、パルパルと言うんですけど。いい、お疲れ様です。はじめまして。さっきね、話聞いてたら、サイコパチさんが、まあ、パチオジに対してお金をね、下ろさせようとしたって悪どい話を聞いたんですよ、ニュイちゃんから。はいはいはい。これは本当ですかっていう話をね、ちょっと今俺聞いてなかったんで、これ本当ですか？いや、なんかね、本人がなんか17万あるんや、言って、うん、自慢してたんですよね、パチオジが。それで、あ、もう全部持ってきてって言いましたね。持ってきてって言って、なんでその持ってきてって言ったんす？いや、なんかね、最後、半粒っていうとこ行きたい言って、うん、で、まあ、僕も、まあ、行きたないって言ってたんですけど、うん、で、まあ、なんか、向こう行った女の子に、なんかね、飲ましたりなんかしとったら、まあ、なんか行くんでしょう、わからないですけどね。そのお金を下ろしてきてっていうのは、おごってくれっていう意味で言ったってことですか？いやいや、下ろしてきて言ったんですよ。もうあったんですよ、すでに。うん。すぐに会って、あの人がただそこ自分のなんか金庫から出しよったんですよね。そのクレジットカードを出してきたってことですか、金庫から？金庫に現金があったんですよね。あったんだ。それを下ろしてきて、下ろしてきてまた自分が出しよったから止めたんです、一応。そのお金、いや嘘だよ、冗談だよって。いやいや、本人がもう俺は17万あるんじゃあえてもう酔ってましたからね、あのパチオジが。ええ、あ、そうなんす。え、じゃあ
なんて言いますか、その下ろしてきて特に何も言わずに、それはもう使っちゃったんですか、そのお金は。ちなみに、いや結局あの人一銭も使わず僕が払いましたよ。あ、なんだ、あ、はい、そうなんだ。そうです、そうです。あ、おごってあげたんですね。じゃあ僕は言い出しました、あの人も。ああ、だったらまあ、それだったらなんかそれで金払わしてたら下道だなと思って。さ、サイコパスさん、あのお金がサイコパスさん払ったって言った後に全部嘘つく、嘘つきって言ってますけど、それ嘘ついてないですよね。そうです、なんか途中でね、あの店行って出て行け言われて、店の人に、うん、はい、でまあその時キャリーちゃんとあのコウちゃんさんおったんですよ。はい、それでなんかなんかもうとりあえず八王子も僕に金払い出して、うん、あのサイコパスさん、あの3000人見てるんで嘘ついてもバレますよ。え、じゃあお金は結局八王子の分出してあげたんですか、本当に。いや、八王子の分というか僕自分の分、まあまあ何を食っても飲んでもないんですけど、うん、とりあえず八王子がお前ビールいっぱい飲め言うて無理やり頼んだんですよね、僕は。うん、それで僕はあの串をね、焼き鳥3本頼んだんですよ。うん、でまあ、とりあえずもうでも2000円払ったよ思って、うん、で2000円払うわって言って。あ、じゃあ実際はおごってないってことですか。おご、はい、ってないから向こうの勘定、向こうの人が出ていけ言うて、うん、で結局勘定が2030円がなかったんですよ、うん、で僕は2000円出して、あとはあの釣りのこうちゃんという人が残りの30円出したんちゃいますか、ね、ああ、そうなんだ。だからパチオが一切出してないってことですね、結局は。出してないですね。ああ、なるほどね。だったらまあ。でもね、俺ちょっとサイコパスさん、あの、噂では聞いてるんですけど、有名な、ね、はい、トップのね、もう日本一の YouTuber さんの息子さん持ってて聞いたんですよ、純也さんっていうのは。はいはいはい。でもお父さんじゃないですか。はい、もうね、そのお父さんがこんな不始末なね、こう炎上するようなことしたら、誰が泥かぶると思ってるんです？そうですよ。だから自重してくださいよ、お父さん。あ、ねえ、まあまあ結果的にね、結局ね、すごい何もなかったですからね。いや、何もなかったとしても、その家庭で親父がクソすぎるっていう話ですからね、それ。家庭の部分ではなんか、まあ、かやくさん言ってましたけど、なんか出会い中して警察沙汰にもなったって、言ってたんですよ。ああ、まあ、あれも結局ね、向こうの嘘でね、うん、嘘だったの？そうですね、うん、それなんで警察呼ばれちゃったんですか、女の子に。いや、でもサイコパスさん、あのね、うん、サイコパスさんが自分の女性リスナーをプレゼント送る名目で住所聞き出して、その女性の家までアポなしで行ったのは事実ですよね。それもちょっとちゃいますね。じゃあ、何が違うんですか。まあ、送ったのはほんまなの。まあ、僕なんでかじゃなくて、向こうが欲しい言うたら送っただけで。だから住所は知ってたってことですね。そうですね、はい、何が違うんですか。では、僕は一旦別にそこの住所に行ったわけじゃなくて、はい、あの、まあ、その、まあ、朝、まあ、まあ、どこまで行ったんですか。近所まで行ったんですか。まあ、近所のとこそこ知らないですよ、僕もそれ知らないですよ、いや、知らないですよって、東京までだって行ってたじゃないですか。そう、だから僕は浅草まで行ったんですよね、駅にね。じゃあ、なんで警察呼ばれるんですか。いや、呼ばれてないですよ。呼ばれてないんですか。はい。じゃ、それはすいません、それは嘘だったよね。でも、その子曰く、ね、あの、はい、住所の、その、家の前まで来てたって言ってましたよ。ああ、それは多分、そうです。じゃあ、どこまで行ったんですか。いや、そこの近くのホテルに僕が、あの、トマトってそこに来ましたね、向こうが。あ、そうなんですか。はいはい、はい、ホテルの前まで来ましたね。はい、でもその子からしたら、家の近くまで来られたら怖いじゃないですか。いや、それはそうでしょうね。はい、で、どうだったんですか、結局。いや、まあ結局来て、まあちょっと大手話して、はい、あの、うん、何も書いてあるんですけど、あの、じゃあなんで僕、じゃあその子は僕に相談したんですか。それだったら、それだけです終わったら、その女の子は僕に相談 しないと思いますけどね。あの、火薬さんに相談した後に、はい、
結局また僕の方が戻ってきたんですよね。はい、私が間違えてましたみたいな感じで、はいはい、あの警察とかに電話したらしいですよね。警察絡んでるじゃないですか。いや電話したとか、まあ、そこは、そこは知りませんよ、はい、あのそれ行ったことじゃないんですよね、はい、その後の経緯で、はい、そしたらサイコパスさんから言ったら何も問題はなかったってことですね。家の近くまで行って会っただけっていう。家の近くかどうかそれは僕は知らないです。じゃあ何しに東京、じゃあ何しに東京行ったんですか、あれは、あの日は。あれはあの僕なんかちょっとね、今年、まあ、ちょっと仕事をなんかちょっとやる話しとったんですよね。はい、それをちょっとその人に話したら、私がちょっともっと聞きたいって言われて詳しく。まあね、この話してたもね、多分ね、堂々巡りになる。そうそう、もう理由、反論とか、ね、じゃあこの話はサイコパさん、すいません、僕ちょっと大げさに言ってる部分もあるかもしれないんで、ね、だから、サイコパッチちゃんね、はい、あの、まあいろいろトラブルあると思いますけど、もうここまで大きくなると僕もう純也さんを引きずり出さなきゃいけないんですよ。迷惑かけることをやっちゃうと思うんでね。だから自重してください。もう正直言うと僕も純也さんとお話ししたくないですよ、お父さんの件で。って電話して。俺も引きずり出したくないですよ、純也さんを。まあでも、お互い大人なんでね。あ、そうです？何をしようか、まあ、うん、じゃあ個人の勝手じゃないですか。でも、息子さんが親のせいでドラ抜かれたらね、そんなもん、息子さんの商売が上がったりですよ、これ。まあ、それでね。まあ、もし、なんていうんですか、まあ、いや逆でもそうじゃないですか。順位が何か問題、事件を起こしても僕呼ばれる話じゃないですか。でもそれ親じゃないですか。親の責任は、この責任、あの、この責任は親の責任ですよ。いや、それはそうですけど、別に今言うともう、成人しとんでね。そんな、何もそんな子供が。パチュー。じゃあ、また、最後まで、また、なんですか。こけひするわ。あの、まあちょっとパチ王子から連絡来ちゃったんで、あ、わかりました。あの、5月5日ね、あの、ワンライブというね、あの、オーディションがあるんです、フワッチの。あの、よければサイコパスさん、すごくセンスを感じるので、あの、まあ、東京で開催するんですが、よければ来てください、ちょっと大阪から。散々言って、オーディション呼ぶんですか？うん。一応ね、あの、一応オーディションがあるんですよ。よければ、あの、気が向いた時でいいんで。はい、あの。オーディション僕、受けないですよ。あ、別にいいです。あの、ただちょっと宣伝させていただきたいんで。もしも何もそういう、何も関係ないんで、あればね。ええー。大丈夫ですよ。あの、皆さん、5月5日オーディションあるんでね。ワンライブの。よければね、皆さん、あの、多数、あの、お待ちしてるんで、オーディション。よろしくお願いします。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、リスナーさん、これはサイコパスさんの言い分だからね。で、被害者の女の子はあの怖くて話せないんですよ、配信中に。だからそれはリスナーさん、リスナーさんだから、被害者の女の子が側の意見が一切出れない状態でサイコパスさんが言ってるんで、サイコパスさんが言ってること全部事実じゃないですからね、まず。じゃあ掘るか今から。リスナー掘るか。いや、それね、嫌なんですよ、その子は。僕、知ってるんですけど、うん、ちょっと、はい、音声のせやんと電話だけ聞いてるやんか。いや、その子もだから、配信で言われるから喋りたくないって言うんですよ。でも僕に相談はしてきたんですけど、あ、じゃあ配信で絶対出ないってことね。はい、で僕もこれ、いや、その子は何されたって言ってるの？僕がさっき言った通りです、家まで、家の前まで来たって言われてました。 で警察呼んで、警察が来たとは言ってました。そうなん、さっきパチオジ、ちょっとトーカーじゃん。パチオジかけますね。パチオジから電話来てたんで。はい、トシちゃんどうしたの？前さ、また、マジで払うんか？なんて、2万円？ああ、それ払うって言ってるじゃん。どんだけ2万円欲しいんだよ。トシちゃんに協力してもらったない。トシちゃんに協力してもらったない。どんだけ信用されてないの。トシちゃんに協力してもらったナイスの賞金1万と、リスナーさんがもらった1万、締めて2万ちゃんと払うからね。心配しなくていいよ。だけど、お前は、俺が1万円請求してから払うって言ったよね。いや、それ、は、どういうこと？いや、払わんって。1万2000円請求って何の話？いや、
いや、俺がお前できてんのお前や。それはだから嘘。それはそれは嘘コメントだよ。お前言ってんか。一万二千って何の話？一万二千お前がよくしてるから言ってやね。一万二千は競馬でトシちゃんが借りた金じゃん。俺返してん。うん、返してもらったよ。それでなんで俺が返せっていうの？お前がそれよくしてるから言ってやんか。なんで？よくお前がよくしてるやんか。要求してみて、嘘コメントがなおだけど金返せって書いてるだけじゃん。だけどまあそれ言ってやねって、うん、ちょ天然さんちょっとも頼むわ。どうしたん、どうしたん、まあ、天然しかなおちゃんがなおだけどなんかナイスどうしたん、なおだけどお前かなお、お金が入ってる、どっちなんだよ。なおだけどどうしたん、なおに入ったの、どうしたん、うん、なおだけどなおだけどバカかお前ら。どうしたの、いろんな配信者も入れたかんわ、もう何でもかんでも。どうした、切れた、えそう、どうしたの、なんかめっちゃ冷たいけど、うん、嫌われてんじゃん、天然さん。もういいですか、もう毎回同じ話なんで、もういいですか。4回目だよ、いや、4、5回だよ、今日の話で。何回話すの、今日3回ぐらい電話この件。耳がおかしくなるわ、その話は。天然さんも来てくれたんで、あ、ね、終わりましょう。天然さん、すいません、あの、いやいやいや、天然さん来た時にちょっとごたごたしてたんで、ね。そうそう。じゃあ皆さんね、ちょっとね、もう放送終わります。ちょ、天ちゃんの枠でやるんで、みんな。あ、そうか、天然さんもナイスやってんのか。そうそう。天然さんもナイスやってるから、あれ。皆さんよかったらね、あの、ナイスよろしくお願いします。ナイス、あれ、ダンツキー。ありがとうございます。あれ、ダンツキー？ダンダンダンツキー？ダンダンダンツキー？ダンダンダンツキー？笑っていいけど、笑われないよ。ヘイ！ありがとうございます。ありがとうございます。タイトル何でしょうかな。17人で2400ナイスなんでお願いします。タイトル何でしょうか、タイトルなんかいいのある、なんだろう、パチオジ金銭トラブル、パチオジ金銭トラブル、パチオジ土下座事件でいいんじゃないですか、うん、それ追求しましょう。あの天然さん、パチオジがね、うん、土下座を天然あのサイコパスさんに強要されて土下座して出禁になったらしいですよ、ユージ。ユージ、ユージ、あそこ焼き肉やろ、あの焼き鳥屋さんじゃない。ユージ出禁ってよっぽどちゃいます、あ、ガチだってあれ、うん、ユージってめちゃくちゃ優しい店ですよ。あ、そうなんだ、うん、だって少々叫んでも怒られなかったですもん、配信で。え、今日出禁になったの、今日サイコパチさんがなんか同居しかも、そこの店長さんあるやんな、あの配信結構見てはる人やんな、そう、理解、配信に理解、うん、理解ある人で、あそこ天然さん相当我慢できなかったとかね。じゃちょっと早くさ、なんか、なんかちゃうわ。いやいや、自分もあの、心はもう終わるわ、みんな。お疲れ。いい、じゃ最後に。ナイス、ありがとうね。パルパル。あ、花火ありがとう。お疲れ。ブンブン。ありがとう。じゃあね。広角いる？